ちょっと待って。寿司でーす。違うよ。ちょっと待って。稲荷が入ってないやん。会話成立。ちょ、お前ら、反応せえよ。邪魔するぜ。邪魔されたらやって、はーい。ここじゃねえのかよ。こんにちは。うっそれ気違い。上もあんのか。めんどくせえな。出る。ないよな。なんもないな。なんもないな。屋敷の裏なんもないな。よし。まあ、RPG じゃないしね。RPG だったらこんな隠してるんですけどね。アイテムとか。最強魔法みたいな。まあ、俺最強やけど。ああ、自分が主役だからこんなこと言っちゃうんだよね。調子いいもんじゃねえ、バカ野郎。え、これやばくない？首くられたりしてんだけど。そうっすね。電気ないきつくないか。
して勝手にご飯できてるっていう。コーヒー5、チキン3、ワイン9、ビール2。ビールがなんで2なのか知ってます？ビール、ビールって2回言うからです。だからビール2なんですよ。たかてん。あ、なんかやるかいや。人を不快にさせてなんぼ。チキンは3って書いてあったよね。そうなんだ。サメに殺されるより豚に殺されるとか、どういう意味ですかね。それないわ。これサメと豚が違いとか、数並べろ的な。部屋のあの形が数字かなと思っただけなんですよ。一応ね、このゲーム2時間程度って書いてたでしょ、フリームには。あの、フリームの。ですね、マイクにゴミがついてますね。だから何なんだよ。コーヒーが5で、まあ、コーヒーの5で、どうなんだろうな、これ、順番があるのかな。多分ね、この血の色がついてるとか、入れるのかよ。入れないのかなと思ってたんですけど。なんでこんなに喜んでんだよお前。多分これ1だから、これは1だから、1の何ぼか、1の多分 ABCDE だと思うんですよ、これおそらくね。拾っとこうって、拾っとこう、これ危ないって。食事の際に使うことはないと思います。そんなもんだんまりしたゲームねえだろ、コラゲだし。当社は当たり前のツッコミで鋭いからね。ないね。うん、入れない。これね、はい、鏡がかかっているのあたりね、ちょっとあの地味にね、あの硬直があるんですよ。硬直が硬直するから、わかんないんですよ。
なんか起きるんじゃないかっていうフラグが、ほんとほんと怖くて、なんもないんだよね。ここさっき調べたもんね。入れなくていいよ。この後ほら、地味にここね、押してるんですよ。キーボード押してるんですけど。どう?硬直してるがために、わかんないんです?これ何?え、ちょっとやばくない?ちょっとセーブしとこう。1の A。あー、そこか。そろそろ来るんじゃないか?一発目。ここは相変わらなかったもんね。ここは1、3で、3は何か言ってたっけ ?3 はチキンって書いてあったよね。なんだよ、まあ、チキンかよ、ってやつな。4。リリース。来いくそう。ない。この家も多分カンナっていう、あれかな、関係があるのかな?臭い。やめろよ、お前。こんなとこでイム入れて挟んでねえよ。とりあえずスイッチ部屋だろうね。まあ、一応、向かいの部屋も調べるけど。番号が何番か、多分2番やろ。ここは。開いたー。先ここ行っちゃっていい?お風呂だけど。血なんですけど。血だよね。多分血をイメージした何かですよね。ペンキ。赤いペンキ。なわけねえじゃん。なわけねえだろ。ソファールーム。よし。何があるかな?はい、人形。なんかいる?はい、来たー。どっか買っとく?ないない。まあ、一応ね、周回しておいて、全部調べてから、多分入れないでしょう。ソファルーム。多分鍵かかってる。多分血の色がついてるとか基本入れないはず。特にこの説明書きが書いてる部屋とか。多分ここは、ここやろうね。なんか来るんじゃないか、これ。ちょっと待ってね。なんか砕く?なんか砕ける?とりあえずこうやってあらかた一つ通り行ったわけですよ。クルミ割り人形。いや、なんでもないです。とりあえずここで一通り行きました。で、この中で一応、ぬいぐるみの部屋。とスイッチルームの部屋を見つけたわけなんですが、一応ぬいぐるみ部屋の部屋鍵でおそらく熊のぬいぐるみを使うんでしょう。ナイフはさっきこれ熊のぬいぐるみがちゃうスイッチルームの鍵出した時に使ったんで、ないでしょう。まあ、ぬいぐるみの部屋の鍵が 4C なんで先こっち行きましょう。ここだね。で、ゲームによって違うんですが、鍵を使った、で、その後に、そのまま勝手に部屋に入ってしまうパターン、自動で入ってしまうパターンで、そのままその後にその部屋に入ってイベントを起こして、自動的に回避不可能なイベントになってしまったり、持ってしまって、ああ、積んだみたいになるパターンと、鍵使いました、使った後に、一旦間合い開けられるパターン、無理に開けるパターン、で、行動ができるパターンって二通りあるんですよね。ゲームによってね。スクール仕様っていうかそこら辺は制作者さんによるんですけど、俺的には、鍵を使った後に、ドアを開けるのを、勝手に開けないようにする方のシステム的には俺のがありがたい。そっちのセーブ挟みやすいから。
これだけちょっとわかんないですよね。こんな感じでね。使いました、使った、そのまま勝手に部屋に入るパターン。これが俺的にはちょっと俺嫌なんです。これセーブできないからね。できないからね。何？いや、そんなこと言ったと俺には。でもおかしくないんだけどね。でもね、前作のゲームをね、結構敵出てくるまでね、フラグが結構ね、あったりするんです。敵が出てくるまで。前作の何だったっけ？クマのぬいぐるみ。ここもクマのぬいぐるみ出てきたけど。まだ2位とか書いてくれるから助かってるね。この番号は多分そこに意味ないんじゃないかな。これ後々多分スイッチルームの暗号になったりしてる可能性があるんですけど、おそらくコーヒーの数が5でチキンが3ってことはないと思うんです。でワインが9でビールビールって2回言うから2ですよね。誰がビールビールだよ。最低だなこれ。じゃあもう一個の方行きましょう。あ、なるほどね。なんかこれ、合ってるパターンじゃない？ごめん、俺、なんか。ごめん、俺、ヒントなしで適当にやっちゃったよ。まあ、4通、4つしかなかったからね。楽勝だよね。2の B、2の E、それぞれ2だね。多分ナイフはまだ使うのかな？使ったアイテムはなんか消えてるから、ナイフはまだ何か使うパターンかな？まあいいや。とりあえず2だね。両方とも2にあるから。おい、握手しろよ。どっちから行こうか。テーブルから行こうか。いや、ソファーから、どうしよう。迷うな。こういったよね。一応開けとくか、どういうことも。ってことでこっち。やっぱこっち先行くわ。まあ、いずれ行くけどね。1,2,3,4,5 桁。うん、理解した。これね、さっきの部屋のところのワインがどうのこうのって番号あったじゃないですか。5,9,3,2なんちゃらかんちゃら。あれの多分順番です、これおそらく。左から右にね。ちょっと見ていきますね。ワイン、ビール、ビールビールって2回言ってるからこれ2でしょうね。で、チキンが3だからここ2と3です。ワインが何だったかな？ワインが9だったよね。9,3,2,5。だったはず。でも4桁 ?5 桁ってだったはずなんだけどな。ちょっと待ってね。違う。ちょっと待ってな。ちょっとさすがにちょっとこれは見てわからん。コーヒーが5か。あれコーヒーあった？
9325かな。ここでもテーブルあるしのは、ここぐるっと回れるから、わかんないね。敵テイストな感じするよね。ああ、最後か。マジで？こうかな。ん？9、2、3。5か。5、9、2、3、5。5、9、2、3、5。5、9、ちょっと待ってな。5、9、2、多分これで合ってると思う。ちょっと待ってね。わざとちょっと今外したけど。来い。来い。来ない。出ないなぁ。出ないねぇ。おかしいなぁ。来てもおかしいんだけどな。ちょっとここ頭にすんね。やばいから。まあこれは多分そのそれぞれ正反対にしろみたいな的なあれだと思うんだけど。こんばんは。こんばんは。出るんかい、それは。多分、ここのゲームはあの敵が、あれ、あの敵しか出てこないと思う。鏡を置かせるとこはないみたいだね。で、棚に隠れるとかそういう、シチュエーションがないんで、普通は靴に逃げ切るか、さっきみたいに部屋の切り替えするだけで勝手に振り切れるんじゃないかな。まあ、テレビ屋の中に 3D って書いてくれたりしてるから、また助かるけどね。ちょっと怖いけど、先こっち済ませるね。ちょっと鍵が何個かあったらあれやから。ここも出てくるんじゃないか？金槌であったら。いいぞ、来いよ。いいよ、来いよ。で、これは何？これは何もない。ないよね、キムヤン、やめろって、その音。絶対、こいつ来るぞ。3と4。一応2時間くらいかかるゲームって書いてあるから、多分こんだけで部屋の部屋で終わるとは俺思ってないよ。最後この風呂の湯桶の色も関係してるんじゃないかなとか、あっさり考えたりするんですけど、どっちか行くか、テレビの部屋からまたあれが出てくるパターンと、絵の絵画のところからの額縁から出てくるパターンと、どっちがすごくあなたが好きですかってことですよ、これ。最後どっちも出てくるんですよ、これ。間違いなく出てきますわ。これが来るぞー。もういいよ、いいよ、来いよ、やじ。この胸にかけて。
わかってるわかってる。わかってるよ。わかってるんだけど、ちょっと待ってね。多分出てくるデッキはあれしか出てこないはずだから。おい。でもありきたりのパターンだったね、さっきの。俺も来ると思ってたもん、そこ。来ないね。は？え、ここって何なの？ただのダミー？いらねえわー。そのダミーとかいらんわー、マジで。騙しとか。会議室、ここだよね。ここ入ったっけ？そうなんだよね、ここ何もなかったっけ、なかったっけ、あったっけ、知らん。できましたよ、できましたよ、はい、できましたよ。じゃあ行くか。これ左だったよね、確か。あった部屋。何これ？これあれかな？この3番の部屋にあったあの図書室みたいなところのあれが関連してる可能性があるかな？あるかな？ランダムで出現するんじゃなくて固定のそのタイミングで出てくるだけだと思うから、まあ多分ここ開けたらパッて出てくるとかそんなやつはないですよね。うん、ないない。ないはずなんで。ランダム出現とかで一番卑猥だからな。積むところでさ、絶対その、なんだろう。乱数調整とかで、絶対避けれなかったりな。まあ何通りかやったら忘れて、まあ最悪ウサミ見つかってさ、あの、乱数調整したら別に出てこなくなるんですけどね。あ、行っちゃったよ、ウサ耳とか。いや僕、ウサ耳知ってるけど、一応入れてるけど、よっぽどのことがないけど使わないからね。じゃなくて、ここじゃなくて、ここだっけ？この部屋だよね。これ何の順番で押せばいいのかな？さっき死んだのは、魚の話で言うと、これは何、サメに殺されるより豚に殺される確率が6倍高いって言うけど、これは誰が殺されるかって言ったら人間、人なんですよ。人がサメに殺される、もしくは豚に殺されるっていう、それに対する割合のことね。ちょっと説明不足なんだけど、多分俺はそうだと思う。ああ、わかった、早い。これか。あるところに釣りの大好きな男の子がいました。その日、ある日少年が釣りをしていたら、魚が釣れて死んだ。うん、これ多分この物語の順番通りに、スイッチポチッと押したいだけ。ごめんごめん。豚とか関係なかった。すいません。全然関係なかったっすわ。ちょっと待ってね。これ多分最後やね。押して。で、多分これが最後でしょう。これ来るんじゃないか？来ないか。まあ、いいね。こんなにチキンのことせんでもいいんですけどね。
ソファール。ここ入ったか。あ、ここ行きたくねえ。ここ行きたくねえ。ここだよね。ここ行ったらもう多分終わりだよね。そうだね。ここが終わったら2階は全部終わり。2階、2進2のところには全部終わり。偽物赤色の隣である。偽物は中心よりも左である。このカタカナとひらがなの使い方関係ないよね。まあ、最悪これ10匹いるから総当たりセーブ&リロードを使ってセーブ&リロードとか、その辺のことしかしてないけども。セーブ&リロード使って、総当たり式でやることもないんだけどね。たまにゲームによってはさ、F10、ファンクション12を使ってさ、エラーできる系が多いんだけど、基本、あれなんでだろうね。なんかね、ゲームによっては、作るのゲームによっては、なんか、作るレースのゲームか知らないけど、F の12を使うことによって、その後さ、もう一回やり直そうと思ったら、バグることがあるって、時々制作者さんが言ってるじゃないですか。いろいろホラーにもあるんですけど、特に RPG とかは結構多いんです。なんか読み込むか乱数の調整でかかで決まってるのか知らないけどね。とりあえず中心よりも左ってこと時点で、この時点で右じゃないってことですから、お前か。やっぱり当たりか。最悪だな、人形全部殺すな、お前。3位。ここで、2位は全部終わった。おそらくというか全部終わった。もう最初から生きる部屋入ってね。1は全部終わったんじゃないか？あ、スイッチ部屋ね。これ何部屋だったっけ？鏡はね。そうだね、1も2も終わったね。とりあえず右半分終わったわ。右半分は全部終わりました。ここと、ここは入った。ぬいぐるみ屋。多分ここ次のキッチンで手に入る鍵は、あっこじゃないかな。あと呪い部屋が残ってるね。ちょっと待ってな。いや、包丁ぐらい取っとこうぜ。なんかあった時にあれだぜ。出てくるパターンやろ？ありきたりすぎるぞ。ありきたりすぎるぞ。出てこなかった。これであと3の3番のところは呪い部屋だけだね。で、4はさっき今から行くところの遊戯室だけ。後からこっから部屋ガチャッと開けて出てくるとかなしやで。い
やね、今までいろんなホラーゲームを探検してきてるから、マイナーなゲーム、有名なゲーム含めてさ、やってきてるんで、それぞれのパターンとか、そことか、手紙の例えば端から読むパターンとか、その辺とか全部あらかた喜び、分かってるんですよ。はい、こんにちは。多分ここで呪い部屋の鍵が手に入る。なんかね、あっさり。これ多分この番号は4桁だよね。おそらくこの後ろのこの垂れ幕の多分色だと思うんです。赤が1、4が9。あ、親切だね。赤が1で、1、9、これ何色になるんだろう ?1946 か1964でしょう。でも場所分かってるからいいけど。あとマップ移動の時にこうしてそのまま十字キーっていうやつに方向キーを左押すだけでずっと長押しするだけで部屋のマップを移動できたりするパターンと、こうやってこのゲームはここ来たらここで一回決定機を押さないと移動できないっていうパターン、それなんですよ。これね、敵とかの接近が強かったりするとこれして、この後の決定機を押すまでのこのラグの間に結構ね、これがでかいんですよ、攻めてくるときに。これでギミにね、タッチの差で間に合かったりとかするときとか、ね、結構難しいんですよ。特に作る2000とかはよくわかんないですけどね。こんばんは。は?いや、今の多分初見殺しですわ。ごめんごめん、これ初見殺し。仕方ない仕方ない。これは私もちょっとあれ、ビビった。ちょっと待って、これ、なんだろう?なんかあんのかな?なんかある?もう動かないもんね、いいっすね。まな板で、あ、はいはい、わかったわかった。理解した理解した。チェーンソーあるじゃん、チェーンソー。多分チェーンソーだわ、これ。おそらくあれ、どうやって避けられない系は何かしら対抗する手段的なやつがあるから。どうだったかな、チェーンソー。こっちだよね、確か。こっちの一番、右から二つの、あれじゃなかったかな。ふっ、なははは。チェーンソー消えてるし。まあ、スライディングゲームしてもしとけや。某スライディングゲーム。誰だったかな?マジか。やっぱあれ取り上げとくべきだったんだってば、あのチェンソー。思わない?いや、あれ絶対強行するにしてはちょっときついぞ、あれ。あれ回り込む。回り込めることはできんことなかったけど、あれも、ちょっと待ってな。まあ、ファンクション12使うから、ファンクション12使うから別にいいんですが。なるほどね。ちょっと待ってね。
左行くよ。それは死なないやろ。どこ行った？弾一発しかないとかないでな、それは。どうしよっか。出られるか。これ出たらあれなんじゃないか、殺されるんじゃないか。ここだよね、やっぱり。ここが一番謎。そうなんですよ。ここが一番よくわかんないんですよ。あ、ほんとほんと。エンディングが一つしかないゲームってね、基本的にね、ハッピーエンドか死ぬかどっちかなんですよ。要するに、微妙なエンドとかノーマル系のエンドはないわけですよ。入浴剤とかないもんね。入浴剤って。もうわかんねえわー。なんか置いてある？食い物だけ。これ出てもいいのかな。でも出るって出たしね、あったし、天高出てきたからね。出てみようか。通りか。だもんね、まださってさ、録画開始してまだ40分程度だもん。こんなにビビりや死にながらしても。このまま帰ろうぜ。おばさんってさ、ビリキリ、この人おばさんなのかな。おばさんっぽいよね。ということで次別荘編です。東方ちゃんの動画はね、何回か分けて言っても基本的に1時間ぐらいの範囲で分けていくから長いんですよね。植物は生きてる。てかなんでさ、生きてるって別荘だけど、ここ多分使い魔とかそんなほいらないはずなのにさ、なんでこんな血が飛んでるのっていう話なんですよ。ちょっと待てよ。来い、行くぞ。なんもないんかい。ああ、はい、そこですね。理解した。そのうち雑巾かなんかで突っ込むようになるわ。ちょっと待ってな。
次お前か。いや、わかんないわかんないわかんない。あれ、でも下から来たから、あれだよね。なんかなんか手に入れろ、なんか手に入れろ、なんか手に入れろ。オッケーだね。理解した、理解した。うわ、またお前らそこにいるのか。待て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 。しかも待て、ノコギリなんか手に入れてないぞ。いや、待て待て、まぁ、5分の1だからさ、これも総当たりでやればなんとかなるかもしれないけど、ちょっと待ってな。それじゃあゲームの土の面白さがなくなるから、どうするか。うそ。そうなんだよね。現時点でもまあ分かるのはここだろうけど、7465。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。ここで普通に水入れたらびっくりするわ。どんだけやりであれだよ。管理いいんだよ。呪いの波を受けてる割にはするな。7465だけど、ちょっと待ってな。色の数字とかで多分釣れる。つまり、1、2、3、8、9の数字は使わないってことだよ。この点でね。7465。はい、覚えた。壁のあれだろ、壁の絵とかな、穴みたいなとこでしょ、分からんことないけど、ちょっと待ってな。それはちょっと一番怪しいのは最後回すから、サブ系のアイテムが出ないかとかよく見てね。エアンカルイン、マロエ、コロマシ、これは、殺ましえて、殺して、殺して、だから、待て。待と手はとりあえず、抜くんじゃないか？イアンカル。わからん。何を基準にいらないやつなのか、何を基準に選択してるのかよくわかんないですよね、このネーム。まあでも敵が出現するときってね、さっきみたいにカットインみたいなのが出てくるから、とりあえず、急に壁からポンって出てくることはないはず。後々何か使うことになるのかもしれない。まあ、わからんことないけどね。正面か。
あれ別荘だからやっぱりあれか。謎を解かないと限りわかんないはず。で、7465なんだけど、おそらく、あーでも4桁の数字だったもんね。ちょっと待ってな。おそらく7465なんだけど、この中で、この数字の色の中で 4つ、いるけど、この4つの中の赤、緑、黄色、青で、で、この中でさっきの人形で、この数字の中から選ばれなかったやつが、おそらく仲間外れのやつを、だから、そいつをノコギリで切るってことなんですよ。赤は7でだったでしょ ?4 は、緑だったから、ない。6は、黄色だったから、ある。切っちゃダメ。で、ちょっと待ってね。これ何なんだろうな。何色って出てた？7465。ちょっと待ってな。あ、ごめんごめん。あの人形さん関係ないわ。多分これだわ。青色、黄色、赤。5674。5674。OK。5674です。人形さん関係ないわ。ちょっと待ってな。来ないか。これが、あの、一番さっきこのベストの入って最初に行ったところの、あの、ベンチのところです。そろそろ出てくるんじゃないかと思うんだけどな。これが何なのか分かんないんすよね。ごめん、こっから先分かんない。この宝石どっか使うとかあったか ?2 階かな。そろそろ出てきてもいいんだけど。そうそう、あとこの部屋が無駄に何かが分かんないですよね。この部屋はさっきアイテムあったね、1個。そう、青の方やったっけ、赤の方やったっけ、どっちかの宝石があったんですよ。で、これはなんか、誰かを殺して的な、カルマやったっけ知らんけど、殺してって言うんだけどね。まあ、この階段の真上にあったあれ、開かないなんかあの、なんだっけ、ドアノブがなんか、まあなんか変なってるっていう、
おばはんが言ってたけど、あれにおそらく宝石突っ込め的なあれですわ。これで終わりだと思うんだけどな。3つ。3つか。これちょっとわかんないから総当たり使います。はい、俺的にはこいつかなと思うんです。ごめんね、ちょっと人形さんごめんね、ちょっと総当たり使うよ。あれ普通に死んだ、普通に、あ、なんだ、普通のなんかギャーとかそういうのなしになったんだね。まあいいわ。じゃあお前か。お前か。家の2階の部屋の鍵。あ、これちゃんと説明してくれてる。あ、あかん。なんでこれ赤なのか俺は知りません。ああ、わかった。なるほど。これか。これで、いらない文字は何かって言ったら、赤なんですよ。エンル、イ、ン、マ、ロ。ちゃうわ、全然関係ないわ。そしたら殺していかない意味なく、なくなるよね。でもいらないやつっていうことはおそらくわからないですけど。こんばんは。これ来るよ。間違いなく来るよ。来るんですけど、ちょっと待ってね。僕だってちょっと怖いから。怖いんですよ。なんだよ、お前。来いよ、そう。そっちかい。てっきりテレビから出てくるんかな、またそっちかよ。でもまだね、時間始めてまだ1時間しか経ってないんですよ。このゲーム2時間程度かかるって書いてあるから、これまだ終わらないはずなんです。一応このオバハンみたいなやつ男か知らないけど、でも敵が出てくるときにパッて普通に出てくるんじゃなくて、ああいう風にカットイン入れてくれるから助かるわ、まだ。来いでそう。
ああ、そうか、いうことか。さっきあそこの別荘のそこで行き止まり通せんぼしてたやつが、いたじゃないですか。肉を見た瞬間怖いぐらいぬこく。これですよ。俺思ったんだけど、結局ここの浴槽は何やったん？マジで演出ですかね。全くもっと分かんないんですよ、これ。何かあるんかなと思って。何もないんですよね、これね。でもここにはまだ来れるっち、入れるから意味不明なんすよ。ちょっと待ってな。右上に何か出たでしょう。うわ、視界悪い、ここ。ちょっと逃げるわ。ちょっとこれは、これね、当たり方よくわかんないんですよ。あれ、これ両方にも日本である？こいつを俺が相手だ。どこ行きやがる、お前。どうしますこれ。これ復活すんのかな、敵。とりあえずここが起点だし、地下になんでこいつらおんねんみたいな話ないけどな。ちょ、復活してるやん。ちょ、お前ら邪魔やからちょっとカットするで。
ミゲルが勝ち。もしかしてこれ繋がってる？あ、繋がってるね。スイッチを押せるんでしょうね。本物は左右両方に同じ数のスイッチがあるよ。細かいな。それ言ったらここなんだよね。それ押したくなるわ。走れ。これ多分ランダムで動くから、まあ仕方ないと思うよ。したらそれ悪くて、それ単純すぎっしょ。あーべーお前は来るな。位置減っちゃったよ。体力回復してるね。あ、いいわ。お前そっち行ってくれんと助かるわ。とりあえずお前来んな。ちょっと待って、これはやばい。これはちょっとやばい。Oh!
っと待って、まだあんの？やめてよ。今俺もビビったわ。ちょっと待って。ビール。ちょっと待ってな。なんもないねんけど。寝室の左が2番目のベッド。そんな普通に答えますかね、あなた。基本的に答えは率直にそういう風に書いてくれますが、そこに絶対敵出ますよってことをフラグとかそういうの言ってるようなもんやからな。敵出ませんね。あいたしー。竜の石像よりも右に2歩下。右に2歩。来いや、そう。わからないからね。何やのお前。ほら、脅かしたもどこのせいや。別荘に F。2F とか言われても分からんけどな。あー、そういうことか。はいはい。でも作りはほとんど変わらんと思うけどな。でも戻る必要はないって書いてあったしな。
ちいに、下散歩。はい、全然余裕。ありがとうございます。いずれも別荘ですね。バイバイ。で、なんだっけ？ここだね。寝室の左から2番目ね。なんでこんな、このゲーム、このクロワさん、制作者さんさ、結構あれだよね。普通に答えになること書いてくれるよね。難しいことしてくれないよね。まあ、それはそれでいいんだけど。こっちなんだっけ？ここダミー部屋か。寝室用の部屋かな。ただ、部屋広いですよ、的な。部屋4つか。フラグやからちょっと待ってな。多分ないとは思うけど。あ、それが好きな足か。足の肉か。またちょめちょめかよ。でもエンディング一つだから別にもう進まない、あそこに行かずに何か回避できるっていうのは多分ないはず。帰ろう。は？何のかな？それでも羊かよ。黒羊かよ。何年前のアニメやん。ゲームはね、前作に比べたら斜め移動できない分ちょっとだるいんすよ。
今ビビってます。行くけどね。進む。ごめん、ビビるわ。ありがとうございました。終わり。